分経過しました。今一度最終確認いたします。降伏するつもりはないと判断してもよろしいでしょうか。今なら全員陛下の恩情によって命ぐらいは助けてあげますよ。未だ昏睡状態の陛下がお目覚めになるためには大量の魔力や生命力が必要なのです。皆さんを捕獲し魔法装置につなぎ陛下を復活させるための苗床にしましょう。キャルちゃん、本当にどうしちゃったんですか？しばらく姿が見えなくて私たちとっても心配してたんですよ。なんでそんな悪者か敵みたいに私たちを脅して虫けらみたいに扱うんですか？私たちは友情を、大事な絆を結んだお友達のはずでしょ。ねえキャルちゃん、恥ずかしがり屋の可愛いキャルちゃん、あなたの言ってることは全部いつもみたいな照れ隠しでしょ。本当は私たちのことを大事に思ってくれてるんでしょ。うん、降伏の意思はないようですね。では約定通り皆さんを殲滅します。ナイトメア進軍せよ。魔物たち、奴らを食い殺せ。キャラちゃん、ねえ、全部嘘で冗談でしょ。ペコリーヌ様、おやめください。今のキャル様は明らかに様子がおかしいです。私たちのよく知るキャル様ではございません。そういえばキャルちゃん、見た目がちょっと変わってますね。なんでしょう、あの不気味な仮面は。まさかあの仮面をつけているせいでキャルちゃんは変になってるんでしょうか。あれは洗脳装置か何かですか。そうとしか思えません。だってキャルちゃんはあんなひどいことを言うような子じゃないですから。私がどんなおバカなことを言ってもちょっと怒るだけで許してくれましたよね。これまではずっと冗談を言い合って笑い合って仲良くしてきたお友達です。あの仮面に、洗脳装置によってキャルちゃんは操られてるんです。多分陛下って呼ばれてるあいつに、私たちの敵に。ユースティアナ。ううん、本名は千里マナでしたっけ。あなたは私から名前や立場だけでなくお友達まで奪うんですか。何の権利があって理由があってそんな悪いことをするんですか。ペコリーヌ様、いけません、飛び出しては。周囲は魔物や兵隊だらけです。一人だけ突出しては取り囲まれて一巻の終わりです。だってあの仮面をひっぺがさないと、キャルちゃんを取り戻さないと、助けないと。いけません、ペコリーヌ様は我を失っております。周りも見えていないご様子。それでは本当に死んでしまいます。主様、ペコリーヌ様を止めましょう。そしてどこかへ逃げ。危ない。人の心配をしてる余裕はないかもよ。敵が一斉に攻撃してきた。ミナちゃん、近くから遠距離攻撃されたら避けきれない。シャシア魔法使いを優先的に倒して。でもさすがにこの数はさばききれませんよ。あれ、群がってくるんじゃねえ、雑魚ども。闇雲に戦ってはダメだ、大悟君。合流し背を預け合い、死角を補い合って一点突破で脱出するしかない。やれやれ、すりつぶされる寸前のリンゴになった気分だ。戦闘は好きだけどね、一方的に蹂躙されるのは心よくはないな。みんな集まれ。天狼破断剣をまた召喚して敵を切り崩す。
そこから脱出するぞ、早く。皆さん、なるべく私のそばに。最悪の場合、意地でも空間跳躍をして皆さんを脱出させます。死ぬぞバカ。せめてもうちょっと敵から離れて、空間に仕掛けられた魔術的な罠の薄いところを選ばないと。お待ちください、ペコリーヌ様が飛び出してしまっております。あの方を引き戻さないと、私たちだけ脱出はできません。最悪の場合、彼女を置き去りにすることも考えるべきだ。酷なようだが、全滅するよりマシだろう。そんな、私納得しかねます。そうでしょ主様。主様、どこをご覧になっておられるのでしょう。やだやだやだ、近づかないで、来ないで。あ、兄ちゃんがいる、助けて。逃げても逃げても魔物さんが追いかけてくるの、怖いよ。助けてお兄ちゃん。あの子たちは何だ、どうしてこんな場所にいる。敵の仕掛けた何らかの罠でもなさそうだが、偶然戦場に踏み込んでしまった迷子か。なんとまあ間の悪い。ふむ、主様、あの子たちとお知り合いなのですか。リトルリリカル。ええ、見殺しにはできません。幸いさほど遠い場所にいるわけではありません。目の前の魔物を何匹か倒せば手が届く距離でございます。主様、私獅子粉塵の活躍をいたします。魔物は引き受けますから、子供たちを救出してくださいまし。偉大なるアメス様、どうか心にご加護をお与えくださいまし。